おはようございます、カッパです。本日はお家で過ごす一日の Vlog を撮っていきたいと思います。最後まで見ててください。プロスタート。ういちゃんも起きてます。おはよう。今日もかわいい。お腹すいた人、お腹すいた人、何しようかな。クイックルワイパーをします。わーかわいい。ゆいちゃん、ゆいちゃん、おはよう。はい、眠たい。ご飯よっ、ご飯どこに置くんだっけ。そこです。たっちゃん、今日のご飯は食パンです。トースターないんですけど、フライパンでパンが焼ける、食パンが焼けるということを知りました。食パンとバナナヨーグルトします。いちごジャムにしました。うまそう。ハッピーハッピーチルドレン。え、おいしそうすぎ。じゃーん、食べます。いただきます。コンビニ行ったんですよ。そしたらカービィの一番くじやってて、めっちゃラーメン丼ぶり欲しくて、やったの2回引いたの。うまい。ラーメン丼ぶり当たった。めっちゃ嬉しい。なんか最近めっちゃ早寝早起きかも。めっちゃ早く眠くなって、10時前には目覚める。最近牛乳愛が再熱。めっちゃ好き。ちょっと焦げた。ウユは本当に一緒に同じ時に寝て同じ時に起きてくれる。お昼寝多いけどね。何しよう今日。でも編集と掃除かな。あっちのコスメ掃除。お天気良すぎて普通にお出かけしたい気持ちになっちゃう。こんなに天気いいと。ファンの子にもらったクマさんのスプーンです。ありがとうございます。はちみつヨーグルトぶどう。ではでは、はちみつヨーグルトバナナってなんでこんなに美味しいんだろう。見た目もちょっとおしゃれだし。なんかこの家冬でも寒くないと思ったけど、やっぱ寒いわ。実家がマジでやばい。冷蔵庫すぎて家族の命が心配。めっちゃ寒いよ、うちの実家。部屋が冷蔵庫だから保存効く。ご飯冷蔵庫入れなくても。めっちゃ見られてる。ウユ、ウユちゃん、
何ですかその顔は、眩しいですか。目が細くなってます。ごちそうさまでした。全然更新してないので TikTok を撮りたいから化粧はする。ちょっと休憩してメイクします。はい、ということでメイクをするので今から洗顔していきたいと思います。朝は水洗顔。あ、やばい。ということでスキンケアやっていきたいと思います。アヌアドクダミ 77% のいつもの化粧水をコットンに浸して拭き取り化粧水していきます。結構たっぷり使う。メイク前の保湿が本当に大事すぎて、この季節サボらずにやります。そしたら美容液はこちらアヌアドクダミ 80% スージングアンプルです。軽くマッサージをしながら塗っていきます。顎下がさ、朝本当にむくんでて、こうマッサージするだけで全然違うんですよ。で、鎖骨をこうやって流すといいらしい。鼻の横をグリグリ押す。これで鼻が高くなるらしい。ココースマッサージマジ3、4年ぐらい、ここまで経つとマジ無意識にやっちゃうようになるんだけど、意識せずにめっちゃ習慣づいた。はい、そして次にねクリームを塗っていくんですけども、今回はスキン&ラブさんとのコラボ動画になっておりまして、おすすめの商品をご紹介していきたいと思います。はい、スキンケアの最後に塗るこちらがですね、スキン&ラブのバリアダームインテンシブクリームでございます。スキン&ラブさんはですね、肌のバリア機能を本気で研究している韓国のスキンケアブランドでございます。そんなスキン&ラブさんが自信を持っておすすめできるバリア機能強化ラインのバリアダームクリームでございます。最近のこの季節乾燥がすごいじゃないですか。私も本当に気抜いたらめちゃくちゃ乾燥肌になるんですけど、その時にですねこの高保湿クリームがお守りクリームとして大活躍してくれます。フィラグリーンっていう保湿因子を独自の技術でカプセル化したフィラシードがたっぷり 10,000ppm も配合されています。さらにセラミド NP とヒアルロン酸で三重に保湿ケアをしていて、乾燥知らずのしっとり肌にしてくれるのと、潤いが48時間持続して水分を逃さないのもポイントです。じゃあ塗っていきたいと思います。こんな感じ、白いクリームでございます。冬の間に蓄積した乾燥ダメージはこのバリアダームクリームが解決してくれます。名前の通りこれを使ってバリア機能を強化して肌トラブル知らずの健やかな肌を育てることができます。やっぱ乾燥から来る肌荒れとかって本当に多いと思うので、メイクのりもだし肌荒れを防ぐのもだし、何もかも結構この季節乾燥を防ぐっていうのが大事になってくるって私もめちゃくちゃ思います。塗った感じなんですけど、私初めて塗った時めちゃくちゃびっくりしたんですよ。だいたいこういう保湿が強いクリームとかってほってりしたりとか、ちょっとベタつきが残るイメージがあると思うんですけど、これしっとりなのに全然ベタつかないし、肌への浸透がめちゃくちゃ早いんですよ。もう塗った瞬間に肌に吸い込まれていく感じがマジですごい。なんだろう、今までめっちゃいろんなスキンケア使ってきたけど初めての感覚、こういう朝のメイク前とかでも全然使えちゃうクリームだなって思います。なんか今までクリーム系は朝薄く塗りますとか夜だけっていう感じでやってたんだけど、これはしっかりと塗ってもなんならちょっとサラサラってなるぐらいベタつかなくてめちゃくちゃ好きです。で最後にやっていくんですけどこちらです。こちらもスキン&ラブさんのバクチオール 0.2% アイセラムでございます。ビーガンバクチオールっていうコラーゲンが配合されていて、シワと美白の二重効果で透明感あふれる目元にしてくれます。小じわとかを気にならなくさせてくれるらしい。多分年齢的にも悩む季節だよねママ。結構おすすめ。美白成分のナイアシンアミドとアルファアルブチンがくすんだ目元をパッと元気にしてくれます。これねこういう感じでこうプッシュすると出てくるんですよ。これをこうやってくるくるさせながら塗っていきます。カフェイン&ペプチド鉱物が圧力をもたらして力のないたるんだ目元に弾力を与えてくれます。パンテノール配合でしっとりした目元にしてくれるのと、まつげケアで効くビオチンもね配合されてるからまつげケアにも効果的らしいです。今からこういうケアってめっちゃ大事だなって思う。でなんといってもねこのスチールボールがくるくるマッサージをしてむくみも解消してくれます。だからまあ寝る前はもちろんメイク前めちゃくちゃいいよね。目がむくんでさ二重幅埋まってる時とかよくあるからさ、二重のアイテープとかアイプチをしてる子にもめちゃくちゃいいと思う。
やっぱむくみを取るのがね一番いいんですよ。この二重をくっきりさせるっていうので、はい、こんな感じでバッチリスキンケアができたのでメイクしていきたいと思います。今日アイライン短めにしてみた。どうかしら。え？この色かわいい。OK。髪の毛してくる。はい、完成。で、今から TikTok を撮ったりする時間にします。ぜひフォローして投稿待っててください。またカメラ回します。はい、TikTok を撮ったりとか編集をしたりとかいろいろしてたらもうほぼ夜になりました。今日は友達がこの後来てサムギョプサルパーティーをします。それまでに私は買い出しに行ったりとかしないといけないんですけども、今日はねまだウユちゃんと遊んでないので、今からウユちゃんとちょっと遊ぶところを見せたいなと思います。ウユさん、飽きたら全く相手にしてくれなくなります。よー、ジャンジャン、あ、引っかかった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 終わりみたい。お水飲んでください。お手手かわいい、にゃん。お、まだ遊ぶ、かわいいね。休憩中です。お湯さん休憩中です。長いです。足がセクシーです。あれ、お湯、かわいいかわいい。お名前わかるの？お湯ちゃん、お湯ちゃん、尻尾で返事してるの？かわいい、かわいいね。こっち見て、お湯ちゃん、かわいい、長い。はい、皆さん、なんと今ライリー先生が乱入してきて家に誕生日プレゼント持ってきてくれたんです。ギリサンタやで。ねえ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 、誕生日7月だよね。うん、おめでとう。あー、やばくない？とっぱら姉さんが何プレゼント、これ
これ Vlog これは確かに何 Vlog これはおうち Vlog あ、おうち Vlog そうちょうどいいちょうどいいありがとう見たよゆういや結構ね悔しいもはやどういうこと私が着たい、ま、服え、うちロエベ商品初めてかも嘘キャンドルは持ってるけど洋服初めて初めてうわかわいいもう出ちゃった色がタイプ、うん、あーって何ニットカーディガンえーかわいいやばくない、ね、見てめっちゃ見える動画でめっちゃ見えるすごい圧のようにおしゃれかわいいかわいくないありがとう大乱用しようそう試着した私これ試着しちゃったんだ自分の分にしようか迷ってて1回ぐらい着させてほしいえ、いいよ、うん可愛すぎない今日こうあのカーディガン着たいんだけどってライスがある貸し出し、うん、全然ねありがとうちょっとこれ私一緒に着たくてどういうことちょ買ってるやんえこれはニットなのよまあどっちも可愛いねカーディガンとニットがあるえ可愛いうわ可愛いあなんか買いいただきありがとうございます。猫、猫購入しました。重いよ、重いな。かわいいね。入っちゃったの。なんで？なんかさ、この透けてさ、ちょっとさ、そうちょっとスタイルよく見える。そう。いやこれ秋いいね。秋春。うん、似合うだろう。悔しい。なんかセンス。ありがとうね届けに来てくれましたわざわざありがとうございます姉さん一緒に着よう一緒に着ようあ、いい見せろ見せろいただきますうんうまっ私の今日の昼飯を一人で店行ったよ、うんじゃあ一人で市役所行けるよいや無理キムチうまっサムネ撮ったよイエーイやったことないこんな無邪気一枚って言ったよね姉さんあ姉さん一枚だけ食べて帰るって言ったんですけどあれ姉さんご飯まで食べてあれどういうこと至れり尽くせりで死ぬ焼肉一枚で帰りますとか言ってるのにデザートのいちごまでもらううん練乳がうまい甘くないだって高いの買ったもんナンバーワン一番あーうめー部屋臭すぎチャンネル幸せってことだよねいいねライリーとバイバイしたので今からお風呂に入ってきたいと思いますもう胃もたれもしているしすごく眠たくてこのまま寝たいんですけどくせえのでちゃんと洗ってきますはいということでお風呂入ってきました今からねスキンケアをしていきたいと思います朝も使ってたこのアナの特ダミ 77% スージングトナーを最初に塗っていきます夜は手で塗ることが多いですで次にですね朝塗ってたバリアダームインテンシブクリームも塗っていきますメイク前のもね塗ったらいいっていう話をしたんですけどこの夜もね朝まで結構長い間寝てる時間保湿しないので夜もしっかりと塗って乾燥を防ぎたいと思いますしっかりこういうクリーム厚く塗って朝までしっとりするのを意識するぐらい多めに塗ります匂いはねさっぱりとしてて全然なんか不快感のない癖のない匂いでございます最後にですねこちらを塗っていくんですけども
スキン&ラブさんのビーガンリポソームレチノール 3% セラムでございます。スキンケアをね調べてるとよく聞く注目の3成分が配合されています。中でもですねレチノールは低刺激ながらも確実な効果を届けるビーガンリポソームレチノールっていう成分が 3% 配合しております。レチノールって毛穴、シワ、ハリ、弾力改善、シミやニキビとかあらゆる肌トラブルに効果的とされているんだけど刺激が強いってよく聞きますよね。スキン&ラブさんのレチノールはですね植林性リン脂質で2度包み込み安定化させたスキン&ラブだけのビーガンリポソームレチノールになっております。肌に触れた時の刺激が少ないのと肌への浸透率が高いのが特徴でございます。成分が強かったりして敏感肌の方とか肌が弱い方がちょっと手を出しにくいっていうレチノールの成分があると思うんですけどもそういう方のために優しく作られているっていうのがポイントでございますね。でこのクリームはこういう感じのちょっと黄色っぽいクリームになっております。毛穴よりも238倍小さいナノリポソームレチノールが毛穴の中に吸収されて効果を発揮してくれます。毛穴より238倍小さいってもうどういうこと？こういうこと？あと入ってる成分ってバクチオールとペプチドなんですけどバクチオールは植物由来の抗酸化成分でシワ改善効果をブースティングしてくれます。ペプチドは肌本来の力を育ててくれて他の成分とのシナジー効果を発揮してくれるのであります。今言ったこととか成分ってすごく難しいと思うんですけどとにかくこのスキン&ラブさんの商品はめちゃくちゃ研究されていい成分がたくさん入ってるということになります。こうしてる間にスキンケアが完了しました。すごくあのね保湿されてるんだけどベタつき感とか全くなくて不快感が全くなくていい感じです。髪の毛乾かして寝る準備します。もうやばいよ今からこれ乾かすの本当に鬱。頑張ります。後でね。はい、ということで皆さんもう歯磨きもして髪も乾かして寝る準備ができたのでお布団にやってきました。今日はお休みの日だったんですけどすごく充実したような気分。お家でめちゃくちゃいい一日が過ごせました。はい、ということでですね動画内で紹介したスキン&ラブのアイテムは9点目代わりでお得に買えるのでぜひこの機会にゲットしてみてください。詳しいことは概要欄を見てみてください。それでは今日も一日皆さんお疲れ様でした。お出かけ Vlog もいいんですけどたまにはこういう Vlog もとてもいいなって思いました。ゆいちゃんもいいおやすみっておやすみなさい。おやすみ。ゆうちゃんは最近ここで寝てます。どっち？大地。それではおやすみなさい。うん、バイバイ。Why don't you want